ャンネル、ボリューム169でございますね。はい、今日はですね、いつもはFacebook で、生ライブ配信ということなんですが、はい、本日は、はい、なんと竹本さんの企画で、はい、UFO 宇宙人祭りということで、はい、はい、新宿のスタジオの方で、配信が終わったので、そのままこちらの方で、収録という形で、お届けできればなと思っております、ね。なんで生配信できないんですか？生配信できないのが、Facebook のそのなんか誤作動というか、はい、誤作動で、ね、大人の都合で誤作動ということで、あとちょっとあれじゃないですか。またみたいな。お金払ってないけど、信じないんで。あれですね、分かりやすく例えると、無期定額みたいな。あ、無期定額みたいな。定額みたいな感じですかね。まあ、誤作動、大人の、まあ、都合で、事情で誤作動としておきますけどもね。はい、ということで、普段は1時間番組ですけども、はい、本日は収録ということで、凝縮して、はい、今日の BJ チャンネルはですね、試行会でですね、はい、先ほどの UFO 宇宙人祭り、はい、こちらにご出演していただいた、はい、いろいろな、はい、豪華な顔ぶれの方々を、はい、じゅんぐりお呼びいたしまして、はい、はい、こんな感じで進めていければな、はい、なんてことを考えております。よろしくお願いします。はい、この面は久しぶりだね。この面久しぶりですね。嬉しいね。皆さん元気そうで何よりね。会があったばっかりね。いや、石田さんがコンサートであったね。石田さんがいないか。そうだね、まあまあしょうがない、福岡だからね。はい、皆さん久しぶりだね。久しぶりです。食べちゃって、お腹痛いとか、ボーイングクーパーとかね、呼ばれちゃうと、ちょっとやばいね、仕事上で、仕事上ちょっと待ってくださいっていうわけにいかないんで、うん、なんかね、何時間働いてる休憩になったのか、まあ、1日、実装で、まあ、8時間から12時間ぐらい、ああ、それはすごい。で、高速は12時間ぐらいの時は、15時間ぐらいやっちゃってるかもしれません。いいと思います。照明当たってるから。いや、ニューライトないし。ニューライトでも若くなったよ。若くなった。逃亡生活が長かった。本当に長かったですね。未だに家出ますけど。お一人目の、はい、スペシャルゲストは優子さんでございます。はい、優子さん、何年ぶり？2年ぶり。ご自宅で収録されてる時に伺って、超可愛い猫ちゃんたちを。あ、3回でした。2回だと思います。ユニークバン階段上がります。2回ぐらい来たの。ですね、そこで1回と、もう1回がですね、全然また別の場所です。千葉かどうか。千葉じゃありませんか。千葉じゃなかったらごめんなさい。千葉はないな。ないですね。あ、そこか。じゃあ、そこか。今のところ。今のところ。スタジオじゃなくて。バレスタジオ。千葉のスタジオです。広いの。違います。場所が違うところだと思うんですよ。またもう UFO の宇宙人やってない。そうです。私も退学した私かもしれないですし。宇宙ですね。一番お話も良かったです。そうですか。丸の視点で。丸の視点で。本当ですよ。でもあの話ちょっと面白いんじゃない。それがですね、私の主人がテレビでも言ってたと言ってたんですよ。
つい多分3ヶ月ぐらい以内に放映されてる普通のテレビ番組でも丸の内線で、そう丸の内線に遭遇する確率高いって言ってたけど、私の言ってたことは本当だったんだねって言われたんですよ。その宇宙人っていうのはどんな顔してるの？ズバリスミスみたいな感じです。スミスって何？あれ何でしたっけ？あれか、あのマトリックスか、マトリックスに出てるあのスミスと同じ顔してるやつね、はい、あんな感じ、あんな感じです。あんな感じが男になったり女性になったり、女性になったり、うん、アメリカ人かアジア人になったりなんだけど、なんかスミスのなんかうさんくさいっていうか、ああちょっとゴム臭いみたいな感じみたいに、なんか、まあ、あれはね、メイクですみたいな感じが。それで彼は、何人なの？要するに宇宙人的に言えば宇宙人的に言えば何人？あの何人的な感じだったの？イメージ的に一人リーディングした一人じゃないんですよ。それが初回は一人だったんですよ。初回っていうか初めの頃は、で私が心の中でバレてるよとか言ってたら複数人になってきて、だんだん私も慣れてきてみたいなことしてたんですけど、複数人になってくるとやっぱり怖くなってくるんですよ。これリュウジさんちょっと説明しないと分かんないでしょ、はい、見てる人は、はいはい、ちょっと前振りの説明があるじゃん。はい、そうですね、僕もさっきお話を伺っていて、あのゆうこさんのその丸の内線が非常にインパクトが強かったんで、あの正直ですね、ゆうこさんがどういうお方なのかっていうのは全然今わからない状態なので。そうですね、わかりますね。はい、アカシックレコードって、はい、宇宙の生命体とインパクトを取って、はい、なるほど、そんなような、はい、そうなんですよ、ゆうこさんはアカシックレコードのアカシックリーダーなんですね。はい、はい、ということでね、まあ、あの丸の内線といえば私の場合宇宙人というよりも、どちらかと言いますと、地上関係が多いっていうのが丸の内線一番多いっていう。本当、自分高校生の頃なんか一番丸の内線が地上率高いっつって、だから自分電流線だったんですけど、ちょっと丸の内線乗っちゃうみたいな、バカ野郎すいません。宇宙人と関係あるのか、地上と。超おかしくなっちゃうのかも。地上と宇宙人。食べたら明日はずっと丸の内線で。あれですね、地下だか分かんなくなっちゃう。あれじゃないですかね、その宇宙人、丸の内線の宇宙人が、まあ、人体実験まではいかずとも、ちょっとこの人間の体触ってみようかなみたいな、そういうのもあるかもしれない。そういう気持ちになっちゃう。まあ、なかなかでも地上ってなかなか聞きませんしね。これリーディングするとどうなの？あの宇宙人的どこの宇宙人的なのかしら。あ、そこですか。うん、つまり、例えばクリアレスとかシグマスとか、それから、まあ、この太陽系とかね、あのいろんな宇宙人、あるいは地下にいる宇宙人とかね、もあるんだけど、そういうどんな宇宙人が丸の内に乗ってるのか。身長はどのぐらい？身長は様々なんですけど、初めて会った時は本当にスミスみたいです。180ぐらいね。うん、じゃあめちゃくちゃはないんだね。はい、うん、トールホワイトではない。はい、トールホワイトではない。ずっと目立ちすぎやん。でもあの普通に紛れて分かんないわけですよね。でもどこかおかしいから、どうしてみんなが気づかないんだろうっていう方が不思議でした。なんでみんな普通にしてられるのかなっていう。それ多分、周りの人たちは気づけないような周波数を使って、何しに来てるのか知ってる？調査みんなも伝わってきたから、前もそうだし、誰に知った時たくさんあって、まあそういう体験ですよ、リンさん。はい、ねえ、ということで、周りの線に乗ってみよう、宇宙人に会いたかったら周りの線に乗ってみようじゃないか。でとにかく意図してください。あ、はい、ただ乗って会えるものではないと私は思っていて、私は偶然会いましたけど、
でした。どうもありがとうございます。続いてはですね、あちらの、水木千歳さんがいくらですか。はい、それではですね、続いて、水木千歳さん、お願いいたします。はい、イエーイ。はい、皆さん、なんと宇宙語通訳の専門家の、水木千歳さんでございます。はい、よろしくお願いします。はい、先ほどね、UFO を呼ぶ時とかもあれでしたけど、なんかすごいですね、あーっていうのもね。どういう風に通訳されるんですか。感覚で分かる。感覚で分かる。なんかその宇宙人はどんな宇宙人でも通訳できちゃったりするんですか。はい、宇宙語、はい、どんな方しゃべられるか。それはもう千歳さん自身がなんか宇宙に行きできたりするから、その学習できたってことですか。いや、それが突然なので、はい、私自身も何が起こってるかわからないです、ね、感覚で。なんか、じゃあ自転車の練習をしていて、はい、ふと気づいたとき、自転車乗れるようになった。自転車のバイクだから、それって宇宙人だけで動物と会話ができてるとか、そういう系統なんだと思います。結局、幅広くて動物とも会話ができる。あ、植物、植物、岩とか岩とか巨石とかあるじゃないですか。巨石部分のね、巨石、あれにこう手を合わせて、なんかこう、なんか分かっちゃうらしい。何を古代人が言ってるか。訴えたかったことが、感覚的なんですよね。あと、ヤコちゃんがね、例えば、まあ、デジタル的にその宇宙語喋ってごらんって言った時にね、で、やったついじゃん。それも通訳。ちょっとやってみて。できない。いやいや、もう適当に。それはほら、声優さんにお任せして。あ、じゃあちょっと適当にやってみようか。はい、はいはい。いきますよ。はい。ハドロセチョンマカジオレスのポイチマニオハインラン、ナガラスパンラハインラン、ナハン、ニャパブスのパタブロス、ハインナパブスのマカンナハン、ニャハン。はい、じゃあ今は次はできるんだよ。できます。できる。はい。国家を、はい、牛耳っている、はい、王様になりきって、はい、僕は今、はい、演じてみました。素晴らしいですね。僕今もうそんな気持ちでやってましたから。素晴らしいですね。ねえ、いや、すごいすごい。ねえ、はい、これがすごいんですよ。ということで、はい、いや、もうね、千歳さん、ひょっとしたらでも宇宙語の通訳なんて言ってますけど、ね、いや、何言ってんですか。いや、本当はでも、実は宇宙人だったりし、宇宙人なんじゃないですか。大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫です。ということで、宇宙語の、オールマイト、オールマイト通訳士の、千歳さんでございます。はい、どうもありがとうございました。はい、それでは星太郎さん、お願いします。どうぞ。星太郎。星太郎さん、それとも星太郎さん。星太郎って名前。星太郎さん。本名。はい。星が名字？いや、星太郎って名前です。名前が、はい、なんとか星太郎。そうです。おお、仕事星太郎。なんとか星太郎。じゃあキャベツ太郎。なんか分かりやすいです。はい、じゃあ星太郎さん、先ほどなんかすごいなんかこう UFO を呼ぶそのなんか音楽を、あれもあのメロディーがあった。あれはこのために。結構ああいうなこういう人っていうのは聞いた瞬間に、なんだこの曲っていうのは結構ある。
のコロナのマンボとはまた全然違う雰囲気、ね、コロナのマンボあれは報道禁止だから、全然違う雰囲気で素晴らしかった。コロナで今後はないの？僕は今のところ絵を描いて、はい、スタッフする時のもの、ね、はい、リュウさんも、俺のリュウさんも、はい、音楽家ではないんですか？音楽家ではないんですか？ギターに行って先週みたいな、あ、あれは趣味なんです。あれ、もしかしたらさっきあのキーボードみたいな紙みたいなあれってこうやって今ロールのやつとか、そうあれはそうなんだ、あれを本当に読むこと出たな、あれってどういうことだろう、よく、なんかね、あの星太郎さんと処理さんの目がね、なんかね、似てるのよ、似てる、なんか雰囲気は似てるよね、だから身が似てない、いやいや、目の瞳のオリオンザーグループか、オリオンザリゲルグループか、そうだね、シリウスオルマンチェンジアー、彼はね、あのオリオンザオリオンザリゲルって言ったことですか、ちょっとね、シリウスと違うかということで、高次元のところから三次元に来たから、最初慣れるのが大変ですから、普段もね、使えることが制限されちゃうから、あの、まあ、向こうの世界じゃできてたのに、ああここは全然できない、なるほど、怪物くんみたいなさ、怪物くんの世界であるって言ってから人間界では使えないみたいなさ、はい、ちょうどそう、あれ、星太郎さんは、先ほどのお話では絵を描いたり、あと音楽を作ったり、そう今実際されているということで、はい、今はあの東京もまあコロナ緊急事態宣言に置かれてますけども、何か、これから近いところで、こういったイベントやるよとか何か告知あったらぜひ、はい、ですね、8月23日から私の個展、はい、のですね、渋谷のギャラリーフレコっていうところで1週間、はい、すごいですね、ぜひ販売長、はい、皆さんいいですか、8月23日渋谷ですよね、星太郎さんの個展ね、2週間ですからね、はい、よろしくお願いします。28日あの多分イベントをやっていろんな方が、ね、イベントやって、はい、はい、ということで、星太郎さんでした、ありがとうございました。はい、続きまして、スジャダ女子さんです、イエーイ、女性の歴史の師です、スジャダ女子さんです、はい、フレッシュ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 、はい、どうぞ、はい、どうも、声張ってください、あ、はい、前さんの調整です、はい、性悪いんで、はい、YouTube 拝見しております、あ、ありがとうございます、はい、すごい、こちらかっこよくて、はい、俳優ですね、見たい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 、彼女はね、あのレムリアが、あの専門でね、はい、レムリアのその、いわゆる生まれ変わり、それを意識されています、レムリア、レムリアタイム、あのムーの前に、ね、ああ、そっちのあとタイムです、はい、あんましかないあのタイム、そうですね、アトランティスとかムーの方が有名で、レムリアあんまり有名じゃないですね、もともとコマ出身の、あ、そうですね、前世とかに何曲があって、いまだに、まあ、地球の地下にそういう人たちが住んでるんですけど、ステージ、そうですね、いや、本当に夏だったら、はい、あの、小学校の時、はい、いたことある、どんな人が使う、肉体のままいらない、ステージ、自宅して、あの、町田の地下さんがいました、遊んでて、足踏み外して雑木林に転げ落ちたの、おで、なんか穴にズボッと入っちゃって、えー、穴から出たら、登って、
穴から落ちたトマト落ちたりするそしたら白亜紀恐竜とかいたの時代に行っちゃったの、だから何だったの恐竜もいたし恐竜もいたけどその時代に結構人類もいるのギャドルみたいなギャドルみたいなちゃんと、もっと高度なもんで巨人でしたいや、ちっちゃかったちっちゃかったねやっぱちっちゃいねちっちゃいちっちゃい25センチあ、25センチとかないよ55センチ最初50センチってこういうさあれみたいな感じピアノの手帳台違うから竹本ピアノですか。あれね。もっともっと竹本ですか。後ろで踊ってる銀色の服着てる。あんな感じで頭がこう。あの場所はずっと考えてる。本当にいるんだって。全身タイツの先っぽピョンってなってる感じの。でも踊り方がわからない。どうやって踊ろうかなって。踊って歩き回ってるうちに、疲れ果てて。どしたらもう。ちなみに日本のどこって言ったんですか。すごくリアル。うちの地元の伊賀の竹林あるんだけど、そこはね、あのね、本当ね、不思議なのよ。竹林。俺は猫のご飯みたいな。あの、言葉解決。でそこはだから今未だに残ってる、なんか異次元ポータルみたいな感じそうそうそう、そこで、土の子もそこで降りたし不思議スポットですね不思議スポットですねはい、ということでね、町田市鶴川は不思議スポットでございますスーちゃんも現れてますねそうですね、まあということでなんとレムリア仮面ライダー1号スジャータジューススジャータジューススジャータジュースそこまで不思議じゃないかまあいろいろありますそれが事故なければ2号、3号とでアマゾンライダーとかスジャータジュースさんはラジオの方のパーソナリティをなさってるということで何か告知事項とかございましたはい。いやさっきそういう話だったじゃないですかそういうのを聞いてるじゃん熊谷あ、じゃあ熊谷はいありがとうございます、はい、そうです、FM 熊谷が運営しているインターネットラジオと熊谷ヤバイラジオというラジオで、うん、オカルトとか宇宙人とかスピリチュアル情報を発信していて、うん、竹本先生とか水木しそ先生とかもよくご出演いただいてるんですけど、なんと6月12日に晴れて FM 熊谷の方でこの実際の女子のやる気のあるラジオ公開生放送させていただくことになりましたので、ただスピーチャーのが禁止って言われちゃって、特に何を話していいのかと思って、でもレムリアって衣食住のライフスタイルから入るっていうのが私のテーマで、秋にもこういったレムリアの服を展示する企画を青山のギャラリーとか考えているので、ちょっと今来てらっしゃるのは、はい。レムリア、リワで、リワでそうですね、手で手縫いでミシンになって手縫いで作った服なんですけど、肩を切り裂いて手で縫いたいのが、なんかどうもレムリア人は朝を編むのに髪と繋がって夜行性してたり、朝、夜でも朝、朝の髪と繋がる、本当ですか？やばいラジオでした。やばいラジオです。ぜひそれをちょっとゲストさんでね、よろしくお願いします。ということで、はい、スジャータジュシさんでした。ありがとうございます。はい。今日司会を。はい。村上さん。村上さん。あ、村上さん。村上とか言って村上。お風呂場トークですね。お風呂場トーク。はい、先ほどのね、UFO 宇宙人祭りのね、MC をね、今日は務めていただきました村上さんでございますよ。
違う。の後に一遍お会いしましたね。そうです。そうです。打ち上げの時に。あ、鳥からの。鳥からの。そうです。お邪魔しました。そうです。はい。ちょっと、あれどこで会ったら会ってる。とにかくね、いろんな本書いてるの。それから怖い話が得意でね、あの心霊関係のね、本はね、もう何十冊も書いてる。漫画で、なんとかって言いそうだけど、その話。漫画の原作もやってまして、今。自分の話じゃなくて。そう、書きたいって。エクスポートされたのめっちゃ面白いなと思って。この話はいい。え、来てますよ。なんかいつでもネタは出せますから。はい、ありがとうね。漫画で来てますよね。なんか喋る。なんか告知みたいなのあります。告知。そうですね。私あの普段一条って名前でペンネームでやってるんですけど、4月22日に太平洋戦争の怖い超怖い話っていうのを出しました。でこれめちゃくちゃ怖かった。あの実録会談って企画出してヘンプロと一緒にやってるんですけど、あの 6作目になったんですけど、今回は本当にあの写真がもうめちゃくちゃ怖いなんですよ。太平洋戦争の超怖い話です。はい、もう出てます。私も書いてるんですけど、写真とかやっぱちょっと怖いので、実態だったら庄司さんのお父さん。あ、そうなんですか。あ、俺の写真。じゃあ第2弾の時はぜひ書かせてください。取材でしてください。やっぱそのリアルな話だから。あ、聞きたいです。今回すごいなんかインバル作戦とかいろいろ問題があったとか、ちょっと外交的に問題あるんじゃないかっていうぐらいのところまで切り込んだので、自分でもヘンプロ大丈夫かって思ったのが怖い内容でした。あり、まあそういったこと、まあ、ナックルズさんにはいつもお世話になって、はい、記事書かせていただいてます。でもあんまりね、マニアックですね。私はなんかどっちかというと色ネタが多いんで、はい、どこどこの人妻がどうとかそういうのがあったんですけど。いいですね。いいですか。いいっすね。乗れない。今日彼女いるから乗れない。なんかすごいおとなしくない。人妻ですか。人妻ですか。大好物ですよ。バカ野郎。JK 人妻だったらどこが好きですか。JK 人妻。それはね、村上さん、僕に対して愚問ですよ。愚問に決まってるじゃないですか。ありがとうございます。ということで、村上さんでございました。どうもありがとうございます。さあ、はい、したらね、あれですね、龍神様の学装関係とか。あ、そうそうそう、龍神さんね、すいません、緊急事態宣言が延長になっちゃって、本当は11日以降にも、ね、すぐに学装出す予定だったんですけど、いつまで月末までですね。月末まで伸びちゃったんで、はい、申し訳ございませんが、絶対やらない。やってるんですよ。店営業店が営業して、丸に入ってるから、大型店舗の店が入っちゃってる。丸自体がやってないから、もう飲み込まれちゃってるんだよ。で前回の去年の時は船便がさ、枠が来なかった、ね、枠が来なくて、それでもう遅れちゃったんだけど、だからもう今年もね、それの影響ちょっと受けざるを得なくなっちゃった。なので申し訳ございませんけど、もうちょっとだけお待ちくださいっていう感じですかね。はい、はい、ということでね、本日は5月の8日でございまして、この収録はですね、緊急事態宣言延長真っ只中ですからね、学装の方がちょっと遅れ気味になってますということで、皆さんご了承くださいということですね。そして、5月の龍神様の方はまだまだ、受付はしておりますので、波長があった方、波動があった方、二度と幻のね、幻の第ゼロ期ですね、ゼロ期の前のね、募集の方をしておりますので、波長があった方、気になる方、波動があった方はぜひ、
問い合わせしてお申し込みいただいてはいかがでしょうかということで、はい、はい、高本さん本日はあの UFO 宇宙人祭り、はい、本当にもう大盛況でございました、はい、どうも皆さんありがとうございました。もちろんあのね、今回ね、うまくいったんでね、第2回、第3回とやっていきたいと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。今回、ビジナル、今、短縮版ですけど、16、9、はい、9ですね。は、ここら辺で。そうですね。で、次回、170はいつものように、ライブの方でお送りさせていただければと思っております。はい、それでは、BJ チャンネル特別版。1ボリューム169これで終了とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。